グレナーサー男爵、A、バロン・グレナーサーは、英国の男爵、貴族、連合王国貴族爵位。爵位名は、初代男爵の父で、商人ジェームズ・アーサーの生と母で、事前家、ジェイン・グレンの生にちなむ。アーサー家は、初代男爵の父、ジェームズ・アーサーの頃より、グラスゴーの商人を行とする一族である。その息子で、 実業家のマシュー・アーサーが1903年1月10日に、順断尺、ついで1918年6月27日に、エア州、カーラングのグレナーサー断尺に除された。そのひ孫にあたる、第四代断尺サイモンは、サッチャー政権において、外務、A 連邦担当大臣や内務政務次官を、歴任したほか、1999年貴族院法、 制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。現当主である四代男尺は、キンカーディンシャー州、バンハリーに居住している。法定推定相続人は、現当主の息子であるエドワード・アレクサンダー・アーサー。彼は、老舗百貨店、ハウス・オブ・フレイザー創業者の一人であり、主にアパレル業を展開して、身を成した。担当大臣という故障だが、 本法の外務副大臣に相当する閣僚職である。ありがとうございます。